モーゼル HSC は1937年にドイツのモーゼル社で開発されたダブルアクション式のセミオートマチック拳銃である。3種類の口径があり、小さい順に22口径、32口径、38口径となる。HS はハーンセルブス・ツパナーの略で C は3番目に開発された機種の意味。元になる試作品として発作。ハッサ HSB が存在した。警察用に開発された、バルサー PP と比べると、HSC 独特の直線を基準にしたデザインは、軍用拳銃の条件の一つである、製作が容易で、戦時下で需要が増した場合でも大量生産できることを計算に入れて設計されたと思われる。日本ではどちらかというと、モーゼル C96 の方が有名で、HSC は地味な方であるが、 大矢部春彦の初期の作品にはよく登場するので、名前だけは知っている人が多い。生産開始は、第二次世界大戦中の1940年。ナチスドイツ軍の商工用に生産されていたが、モーゼル社は、戦後、銃器の製造を禁じられ残存パーツで、フランスが短期間、製造した。モーゼル社自体、工場をはじめ生産設備の大半を繊細で、 失った上に連合国軍、特に旧ソ連の主張で、モーゼル社は解散させられてしまい、長期間製造は行われなかったが、1949年に、旧モーゼル社の技術者と従業員が主として創立した、ヘッケラーコフホ社の民間用消火器製造部門が1960年代に、分離独立して、新生モーゼル社を設立し、 1968年に、ルガー P08 型拳銃と同時に再生産されるようになり、各国に輸出され、同じ光景のワルサー PP と共に、護神用として使用されている。モーゼル社製の HSC は、1977年に、ワンオブファイブサウザンドと銘打った五船長が、最後のモデルで、以後の生産は、イタリアのレナートガンバ社で行い、 モーゼル社が供給する体制で現在に至っている。レプリカ製ガスガンの HSC モデルガン界では1968年より MGC がニオアクション式という作動方式のモデルガンとシングルダブルのハンマーアクションを再現したスタンダードアクションのモデルガンを製造し販売していた。モデルガン化された HSC はこの MGC と外見だけコピーし、 スライドアクションの国際産業の2社3機種だけである。52年規制後も MGC の谷尾式は、重心分離形式でありながら、細々と流通を続け、実際に生産が中止になったのは1983年で、あったが1984年まで専門誌の広告に載っていたことが確認されている。皮肉なことに、内部構造の再現度の低い国際のモデルガンの、 型が残っているものが少ないため書き消価値があるようだ。中古のモデルガンも専門店では非売品で一応展示されている模様。MGC 製は合法品で売買できるものもあるが、あくまでも SMG 刻印がスライドにあるもののみなので、購入の際は注意が必要である。箱入りの極上品は高値で売買されている。 なお1980年代後半より、レプリカによって、ABS 製の固定スライドのガスガンが販売された。模型としての再現度は、モデルガンより劣るものの、安価な上、形と大きさを知る手がかりとしては十分なものである。2016年6月、カウシャからダミーカートリ自式の部品構成が実中に近いように再現された、HW 樹脂製のモデルガンが発売された。 ありがとうございます。